はい、こんにちは、ブルーホースです。ということでね、今回もやってまいりましょう。バイオハザード一方、どこ掴んでんの？掴んどくんないけど、はい、ということでね、セパレートウェイズやっていきましょう。まあ、あのゼンマイ式で動くラプラスちゃんでございます。はい、で、まあ、一応ラストチャプターですね。あれ、クマちゃんついてないな。あれ、あのクマちゃんいつつけたの？今のつけてなかったよね。どっかでクマちゃん手に入れるっていう仕草、あれ、これだからついてないでしょ。自分の持ち物、あー、見れないか。残念でしたね。じゃあちょっと、全部違うカラーを入れてみましょうか。ほい、 1.6 かな。まあ、一つのカラーにすると 1.7 倍とかになるんですけどね。ということで、まあ一回お邪魔しまーす。あ、いいえ。あ、やっぱあの頼まれたことはね、あの粛々とこなしていくのが女スパイの宿命で、宿命と、まあ腕前というところになりますから。ということで、改造修理、あ、もうお金が足りない。すいません、お金が足りません。食い逃げさせてもらいます。You see. ただの変態や、そうなると。ほんで、あ、ここら辺だね。あと最後なんか買っといた方がいいものとかあるかな。まあ、次の周回をするときには確実にやっときたいなというところですね。足りるんだ、金が。クロスマシンモンスター、どんなモンスターや。 Soon you will be。 Soon、 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 Soon。 ということで、スン、こっち側にも、いや、向かってきてる。よいしょ、もう一体くらい。ああ、溶けるのが早い。溶けるのが早お。溶けよう。おい、オッケー、爆死よ。で、こっち、そっか、このトラックの裏にもいるんだもんね。こんなトラックをさ、ものすごい時間と労力をかけてわざわざ運んできてるんだろうなっていう感じはするけどね。ほいほい、あ、ちょっと上すぎた。あ、大丈夫だね。 OK。 こいつら変異するからな。まあ、なんかあのエレベーター、この先にいるエレベーターから降りてくるのがなんかすごい、牛魔王2体とかいそうだけどな。ドラクエで牛魔王っていたっけ。いたような、いなかったような、いなかったような、いたような。実家、え、おお、ご主人様を失った虫がいた。まあ気持ちはわかる、悲しいよね。やっぱご主人様がいないとさ。ほい、オッケー。で、こっち進もうとするとやつが降りてくる。あ、一体だけか。おお、強いじゃん。残念でした。ピッと、まあ相乗りしてやるよ。あー、ちょっと待って、来て、あー、え、今ピッピッと、あ、しかも溶けてなくなってる。まあそういうのもまた人生ですよね。どんな人生だ。あ、ちょっと待って、まあ大丈夫か、まあ大丈夫か。チラッと振り返って、ピーン、ん、まあなんかバレた。お声が聞こえたような気がするけど、ふおーっつって、ほら、クラウザーさんのね、アイアイコンプラーの、コンプラーミスだの。オッケー。じゃあ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。よし、行こうか。なんか、かわいい。帽子だけが綺麗に残ってる。あいつ危ないから先に処理しとく。こっち行くと、あお、あ、危ない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 。まだいる？まだいるね。ほい。ほい。え、あいつ避けるのうめえな。危な。そうなんですよね、こう難易度が高まっていけば高まっていくほど、ボウガンの破壊力じゃなくて、まあ破壊力もだけど、破壊力だけじゃなくて、あいつも上がっていくからね、命中精度もね。なんか同じさ、ドリルくちばしがさ、もともと命中精度 60% とかだったのがさ、あのだんだん、ノーマルで70で、ハードコアで80で、ね、
プロフェッショナル90みたいな、そんなレベルになってくるね。もうすく、ああ、もう、ああ、そっか、もう、あれか。ここ2回来るんですね。うん、そういうことだよね。じゃあ、開けときましょう。カチャコン。で、宝物は、あ、この先にあとあるだけだから大丈夫そう。発射！倒せなかったか。まあね、君に会うのも最後なんだけど、まあ、残念ながらちょっと今回用がないということで、無視させていただきます。あ、もうだいぶ奥だ。うい、苦しんでる苦しんでる苦しみピッピクルピッピ。さあちょっとね、苦しませられてきて、苦しまされてきたね、ちょっとやつに対してね、リベンジマッチということでね、まあ、ちょっと激しい戦いが予想されるんですけれども、皆さんぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してね、応援をしていただけたら、なんとかギリギリ、なんとかギリギリ勝てるんじゃないかなというふうに思いますんでね、よろしくお願いします。さあ、見せるべきは、出たな、ボルデモート。苦しんでいるのは、ウエスク。さあ、持っていない武器を使って、いろいろと激しくやっていく。ナウ、あ、ゴー。リオン、ナウスか、もうナウ、ナウって言うほどのあれでもないのか。この服はこの服でこうさ、谷間がギリギリ見えそうで見えないっていうところがまたエロくて止まらないチキショーっていうところですよね。捨てます。あー、やばいやばいやばい、ブチ切れてブチ切れてる。さあ、パニッシャーの代わりにブラックフィールをぶちかましましょう。あ、違う、今持ってるパニッシャーじゃないや、なんだっけあれ、レッグマインか。ふい、こう、そっから逃げずにここでしっかりと戦おうとするところがなんかエイダ、むしろ男らしいっていう感じですね。てか思った、こいつ倒してもさ、宝物みたいな何もボーナスもらえないからムカつくよね、逆にね。なんかよこせよってなるよね。あ、来た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 、おい。こいつかわいそう。ってなんか教鞭垂れようとして、なんか説教しようとした瞬間にもう、あの、あれ俺終わりみたいな。アンバー手に入れましたよ。 I have the package. OK、よくやった。 This is gonna be hard to explain at customs. Well done. あ、そうか、旅行先のあれか。税金かからないで入れる。そう、なんか税金控除みたいななんかあったりとかするよね。あの、よく杉薬局じゃなくて、なんとかドラッグみたいなとかで見るよね。大黒ドラッグか。I trust everything is fine on your end. こうやって見たらさ、なんかただ単に美女にいじめられてさ、M な心がそそり立ってしまった変態親父っていう感じがしてしまうよね、どうしても。さあ、で、吊るされていると。ああ、お脇が綺麗でございます。なんかこんな必死なウェスカーも、まあでもあれだね、あのウェスカーもさ、ほら、ああ、足が折れた瞬間です。なんだっけ、あれあれ、アレクシアと戦う瞬間なんか結構必死だったみたいな。実際、ハイルに出てくる。ウェスカーの力を持ってすればねえ、倒せるんじゃないかっていう気はするけど、だからこれ実際さ、ウェスカーはほら戦ってもサドラーに負けるかもしれないっていう思いがあったから、現地入りしてるのに自分は指示出すだけでぬく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 としているっていう、まあ、最終的にね、あのやっぱりバイオ4の時点ではさ、自分であの指示を出すだけじゃダメだから、まあ、指令を与えるだけじゃなくて、現地に降り立って自分もやっぱ足や手を動かさなきゃいけないと思ったんですけどね、まあ、その方が結局ウロボロス計画でギリギリ手前まで行った。けどやっぱりあのウイルスに動かされた人間よりも野生のゴリラの方が強かったって言われちゃうもんね。じゃあいつその発表がされるかっていうのが楽しみですけども、まあ、一応の法則のところでいくと、そのセブンがあって RE2、RE3 があって、でビレッジがあって RE4 だから、 RE シリーズがやっぱ2回続くっていうのは、まあ、まだ1回しかないから法則もクソもないんだけどね、まあ、ぜひ RE5 をこの次に発表していただきたいと思いますね。よいしょー、あ、そっか、まだか、うーん、襲ってきたこれさ、上からロケラン撃ったらもう終わりなんじゃないか、戦ってくれてるけど、レオンね、そしたらもうあのバンジーそれでおしまいって。ああ、なるほどね、ここで一応そのセーブをしていきなさいと、そういうオチですね。あれ、どんな武器使ってんだろう。ほい、え、ああ、全くの無視でございますね。そうでございますか、そうでございますか、それは仕方ある前にございますね。あ、ちょ待って、もうほんと、もうどこ向いて走ってんのね。
ベオンは未だに始末できてない。あれ、これ読んだことあるっけ、俺。ある組織が生態を狙って接近させた俺が知る存在ならば、あれを使わねば、いや、それでも、あれ、俺これなんか初めて見たかもしれない。まあまあまあ、いいや。うん。そういうこともあるよ。あ、ちょ、あれ？よいしょ。ディート。そう、あのね、一番可愛いなって思う瞬間、なんかこの運んでるのを見るのが。うん。よし、オッケー。じゃあ、先にこっから始末できるのかな？ほい。ほい。あー、ダメだね。ダメじゃないけど、よし。ほいっと。よいしょ。ディート。I need to hurry. よいしょ。I need to hurry. あ、でも時間はあれなんだ。4分半あるんだ。ここは難易度によって変わるっていうわけじゃないんだね。そこはもしかして優しい仕様かもしれない。え？あ、やばいやばいやばい。全然優しくなかったわ。超激しかったわ。よいしょっと。ほい。で、この先に出てくるかもしれないやつは先に始末しておきましょう。OK。あー、まだいってる。まあ、行ってて確実に始末していきましょう。あー、うまい！うまい、安い、早い。くそ。やられてしまった。ごめん。だが貴様は金となり金となろうとな。あ、ちょ、待って待って。もう、本当に腹立つ。本当に腹立つ。よいしょ。あ、いいえ、スター。後ろ向きでスター。だから正面向いてください。あいって、なんでやねん、なんでやねん。あ、ちょ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 、え？一発でここ、あ、ちょ、まあ、厳密には2発だけど。ほい。ほっ。あれ？あれ？いなくなった、あ、あれ？あれ？いつの間にかなんか死んでる。俺たち、私たち、くたばってる。あんまり時間もないんですよね。こんなゆっくり、ゆっくりはさすがにしてる時間ないんですよね。あ、出てきた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 、近い、近いと大変なんですよ。ダメ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 。よいしょ。チラチラ、あれ、なんかもうすでに、なんか金になってる。うん、おーっと、待って、おかしい、牛馬、おー、あ、違う、豚もいるな。牛馬と豚、なんだ、いとこか。いとこ同士がなんか共闘して戦ってきやがった。危なっ。あ、これは破壊できてねえ。バカ、さ、時間がないわ。もうおっしゃる通りですね。おっしゃる通り、この後まだサドラと戦わなくちゃいけないんです、私。よいしょ。ほい。もうほんと、こんなに構えるのが遅くて、こんなに撃つのが遅いのに、なんとかギリギリ生きてられるっていうのがね、お金取れなかったし、ちくしょう。飛びます。で、ここのなぜか、特殊弾頭を守っているやつらが誰もいないっていう。よいしょ。しかもこんな重いのものをさ、なんかよくわかんないところになんかね、とりあえず仕込んで走り始めている。マイレボリューション。I'm getting sick of your shit. そうね。まあ、男も女もしぶといやつはとことんしぶといからな。ぴょん、うるる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 。で、これが大体あれだよね、あの40秒戦ってるっていう設定なんだよね、一応。うん、なのにいるんだよな。こっからね、またいろいろと戦わなきゃいけないっていうところが、絶対40秒じゃ終わってないでしょっていう話なんだけど、出てくる。うい、あ、あ、外した、あ、いて、虫っころ、やばいって。あれ、眺めだ。ほい。ひゅっと。こっちまで来んのかな、虫っこ。わあ、ちょっと待って、死んでないじゃん。よいしょ。で、また来るんだよ。また来やがるんだよ。ほい。あ、ちょっと待って、ほんと、どこ発射してんの、バカなの。あ、いて、ちょ。あ、痛くなかった。当たって痛いー。ててもうそんなゲホゲホとかそういう無駄な演出いらないから。ニュル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 してる、ニュルニュルしてる。なんか、ああ、ごめんね、ギューマちゃん。一生狙ってきてるやつがいるんだけど。
お前も漏れなく最後にとどめさせてやるよ。こいつこっち無理なのか。うん、どうやら無敵のようですね。本体よりも強いと。ここに置いてても金なんだ意味ねえんだよ。登ります。ブン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 。さあいるんだな、かわいこちゃん。ほんとかわいい、好きで。まあいいか、いきましょう。プルンプルンプルン。どっちの方が大きいかしら。知ら、なんて肩、もうほんとエロさの塊だよね。やばいなこの二人のコンビ。あ、ちょっと待って、なんかおかしくない？首筋になんか、え、ちょっと首筋になんかあったと思うんですけど、ちらっと。あ、消えた消えた消えた。こっちからこっちから、正面が見たい、正面が見たい。無理か、ちょっと無理か。あ、あ、めっちゃ怒られてる。あ、でもやっぱこれスパッツだな。スパッツはちょっとあれだな、違うんだよな。怒られたし、シンプル。あ、ちょっと待って、戻れない。あ、しまった、カブトムシが、カブト、あ、ちょっと待って、あれ、銃もう構えられなくなってる。もう銃が必要ないからってことか。そういうことね。まあいいでしょう。あ、ちょ、なんで今構えられんじゃねえかよ。これでさ、アシュリーぶちのめすことができるのかな。もうこれやったらさ、本当にこのチャプターの初めからになっちまうから絶対やんないけどね。さあ行こうか、おしまいの時でございます。お疲れ様でございました。あ、終わった、終わってない。あ、終わった終わった。はい、ふいっと、助かったぜ。違う、あしゃー、食べ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 、えい、オッケー、わかちこわかちこ、お返しもーなんてらなんてらボディーって言ったの。ヒューユー、おしまい、チャ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 ン。最後のとどめがまさかのね、なんかロケランじゃなくてさ、杖を変えたってぶっ刺されたからっていうところがさ、バイオシックスのシモンズみたいな感じしないですかね。お前それじゃ死なんやろっていうような状態でさ、ほらめっちゃでっかい針に刺さって死ぬみたいな。めっちゃでっかい針って語彙力やけどな。うん、まあでも結局そんなところっすよね。まあ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 結局倒せりゃなんだっていいんすよ。オッケーオッケー。ちら、これは私のカッコハート。エイラ、What the hell are you doing? Nothing personal, Leon. Nothing personal, Leon. Luis and I had an arrangement. Luis. Don't worry. Luis よりも、じゃあ俺よりも Luis を取るのかっつって。てかお前そもそも Luis 知ってるのか、どういうつながりだ、教えてくれ。そうだよな、ルイスとエイダがつながっているっていうことを知らないはずだもんね、レオはね。だけどここでルイスっていう言葉をさらっていうのはやっぱりあれだよな、ちょっとそのスパイとして秘密を守れていないっていう気がするんですけど、いかがなもんですかね。まあここでやっぱりね、うん、私よりも大統領の娘を取るね、黒髪よりも金髪なのね、チャイナドレスよりも、これ見えてんじゃない、黒髪よりも金髪、ショートカットの方、ショートカットにしようか。いつの間にこのねキーホルダーつけたんだ、どっから持ってきたんだって話だよ。Until next time, Leon. Until next time, Leon. もういろいろカオスの出会いなんだよな。はい、今日楽しかったでございます。うん、ということで、はい、最後までね、ご動画ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。本当にやっぱロケランってもう気持ちいいよさの塊っすね。また操作性だけなんだけどね。まあということで、まあとりあえずまずはチャンネル登録ボタンとグッドボタンをね、最高に面白かったですっていうコメントを残していただけたらと思います。あと今映ってるエイダの網タイツが恐ろしくエロくてたまりませんっていうねコメントも入れていただけたらなというふうに思います。はい、で、まあ次回からなんですけど、まあ普通にバイオ R 以降のプレイをやっていこうと思います。ということなので、ぜひ、ね、引き続き RE4 の世界をね、今度レオン本編の方で、ね、楽しんでいただけるようにまたやっていこうと思いますんで、まあ、そちらもぜひね、動画をご覧いただけたらなというふうに思っております。はい、でね、うん、まあ、その後はほら RE4 で一回村
を、まあ、めちゃくちゃ紹介していくシリーズみたいなのを夏のに入ってか夏くらいまでを、まあ、あのしっぽりとやってたと思うんですけれども、まあ、それのね、あの RE2 版を今度やっていこうかなというふうに思っておりますので、ぜひそちらもねご覧いただけたらというのは、まあ、題してラクーンシティ観光ツアー in 警察署、イエーイガン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 みたいな感じでやっていくのかなというふうに思うんですけど、まあそんなところっていうところですね。はい、ということでございますので、まあ一旦はまあ普通にもう何回も何回もエンディングを見ても仕方がないかなというところに思いますので、この辺りちょっとカットさせていただこうかなと思います。まあヘリコプターが、ね、飛び去っていく瞬間は、なんかもう全ての作品がやっぱヘリコプターで終わっていくっていうところがいいよね。うん。まあ実際はさ、あの、レオンに関してはこれヘリコプターじゃなくて普通にジェットスキーで帰らされてるからね。これジェットスキー映るんだったっけ？あ、違う、ジェットスキー映らないんだ。そうだそうだ、これだこれだこれだ。実はあのヘリコプターが、だからあのヘリコプターは、あそこに着陸する予定だったのか、それとも別のところに着陸する予定だったのかってところですよね。うん。まあ、いずれにせよ目的地から、あの、違うところに行ってるから、なんとかしてくれーっていうことだったんだけど、じゃあなんとかしてくれじゃん、なんとかしろーっていうことだったと思うんですけどね。はーい。つうわけで、どうだろうかな。まあ、ランクは一応、プロフェッショナル A ランクにはなるんじゃないかな。そうだよね、そうだよね。オッケーオッケーオッケー。うん。え、笑われてる。やっぱ S ランクじゃない。S ランクとか取ったら、とかなるのかな。まあ、一応、取れてる。Ada the Agent。え、Agent でよくない ?S ジェントになったらおかしいもんね、続き的に。Perfect Mission。プロフェッショナルをクリアする。で、AQ Agent。Agent の証明。はい。まあ、初めて取ることができました。え、ブローライン。泣けるぜ。ベアイヤリ。あ、え、イヤリングつけれるの？貴婦人。え、何ドミトレスクにでもなる気か？あ、四角スリッパ。あ、こっちでも四角スリッパ手に入んだね。OK。まあ、いろいろ手に入れられましたってところね。まあ、タイム自体は11分で済んだんだ。はい。じゃあ、進みましょうか。はい。まあ、というわけで、もういろいろと説明はね、しましたんで、もう、喋ることも特にないかなというところでございますんで、まあ、ぜひね、明日以降の、別のパートもお楽しみいただけたらというところでございます。はい。じゃあね、もう、この本編の、あ、本編じゃねえ、ここのシーンはね、まあ、初実況の方でもお見せしたことがあるのかなというふうに思いますが、まあまあ、ここまで来てね、中途半端にやったらあれか、まあ、とりあえずベラベラ喋りながら、ちょっとね、もうこのシーンを改めて 見直してみましょうかということですね。なんか、ホコリ場って本当汚いな、掃除してんの、ダイソン貸そうか、持ってないけど。なんだっけ、東芝だったっけな、うちの掃除機。うん。手術の時に買った掃除機がね、やっぱり、僕、一社目の時に、もう出張まみれの生活を過ごしてたから、うん、あんまり残念ながらね、家にいる機会も少なくて、まあ、埃がたまるっちゃたまるんだけど、1週間に1回掃除機かければ済んだっていう程度のね、汚れ具合だったっていうところもあるんで、うん、だからあんまり使ってなかったのね。だからまあ実質稼働してまだ、まあ、買って7年、8年くらい経つけど、もっとか、8年くらい、8年以上経つのかな。まあ、この曲よく聴くとバイオ5なんでね。バイオ5で曲を流す準備ができているっていうところですよね。じゃあ、いや、これで終わるっていうところがもうね、カプコンさんに。ということで、今回の動画は以上とさせてもらいます。本当に最後まで動画ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また明日お会いいたしましょう。ではまた。チャオ。